さあラスト2周の標準を背負ってバイクが走ります。さあレース展開としてはどうやら8名と集団というままで残り2周を迎えそうですが、はい、決して少ない人数ではないのではないかと思うんですが、このあたりはどうでしょうか。そうなんですよね、やっぱり8位このまま8人でですねゴールすると、まあ、1位の選手と8位の選手が当然いるわけで、でなかなか、まあ、優勝争いをするには8分の1の確率になってしまうんですよ。だからそういう意味では本当はここからさらに人数を減らしたいっていう選手もあの中にいるはずなんですよね。なのでこの2周をちょっと注目して見てもらってですね、でこの中でも余裕がある選手っていうのが、まあ、うまくこの8人からまた抜け出すというような展開。このタイムを見ていますと、この8周完了時のラップタイムは今までイーブンで3分35秒来てたところからちょっと落ちたんですよね。8名のオット、そしてシマノのメンバーの前に揃いましたよ。これはまあ、ちょっと木村選手まで追いつこうという気はないとは思うんですけれども、この集団の中でですね、まあ、コントロールして、そして